次のニュースは大人気を起こした子ども番組のポケモンが実際に現れたという情報です任天堂株式会社で働いていた会社員中村さんは今週の木曜日5月6日情報流出という口実で警察に拘束されていることが分かりました中村さんによると任天堂株式会社は現在本物のポケモンを実現するための研究を行われているようですこれについて、 確実な状況は分かっていないですが、公式に発表されれば大困難になると予想しています。